屋久島行ったのは今回で2回目で、で僕が行った時は屋久島はまだ梅雨が明けていなくてですね、結構雨が降っている日も多かったんですけど、奇跡的にその中でも4日連続で晴れの日が続いた時があって、ここで行くしかないっていう感じで4日間ずっとあの山の中に入っていました。ドローン、カメラ、三脚、赤道儀、モバイルバッテリーなど撮影機材をバックパックに詰め込んで、でバックパックも水を入れたら重さが合計で25キロ超えるくらいになってたんですけど、ただそんなことも忘れさせてしまうくらい素晴らしい景色にたくさん出会うことができました。それで屋久島は星空が本当にすごくってですね、ハワイ島のマウナケアとか、あとはニュージーランドのテカコとか、そういう世界的に有名なところと匹敵するくらいの星が見えます。でもちろん天の川も肉眼で見えます。屋久島は山だけではなくて、海もあるし川もあるしビーチもあるし、食べ物は美味しいし、温泉が島の至る所にあって、本当にね、屋久島素晴らしいところだと思います。ということで屋久島行ってきたんですけれども、あのですね、なんかていうか久しぶりですよね。なんかね、こうカメラに向かって喋るっていうのがね、こう久しぶりすぎてすごい違和感あって、で実はねこのシーンもうテイク15ぐらいですもうなんかしかもさっきマニュアルフォーカスで写真撮った時の設定のまま動画撮り始めて、でもう撮り終わってパソコンで編集してる時に全然ピント合ってなくて、なんかねもう YouTube 10年やってるんですけど、なんか素人 YouTuber みたいになってますけどまあそれは置いておいて、で屋久島はですね、すごいやっぱね星すごい良かったですね。あの山の上にいてずっと星見てたんですけど、まあすごい暗いですね。あのハワイ島のマウナケアとか、あとはニュージーランドのテカポとか、結構有名なところがあると思うんですけど、それとねもう匹敵するくらい、同じくらい星がすごいよく見えました。天の川もね、もうずっと、まあ、山の上にいると360度全部見えるので、こう登ってくるところからこう地平線に沈むところまで全部見れてすごい良かったですね。で今回はたまたまネオワイズ彗星も見ることができまして、これもすごい良かったです。で今回はですね、こうカメラは GFX100 と、まあ、レンズ2本と、あとは三脚にアイオプトロンの赤道儀と、あとドローンを持っていったんですけど、ドローンはねマビック2プロ持っていこうかなって思ったんですけど、今回やっぱり 重い荷物を背負って登山しないといけなかったので、まあ、できれば小さい方がいいなと思っていて、で今回は DJI さんに僕の方からちょっとお願いしてマビックエア2を提供していただいてですね、それで持っていきました。でこれがね思ったよりもすごい画質よくって、もうすごい良かったですね。で写真も48メガピクセルで撮れるし、まあなんといってもね軽いですよ、まあ、コントローラーと予備のバッテリーを全部持っていくとね、結構まあ結局 1.5 キロぐらいにはなっちゃうんですけど、まあそれでもこの小ささはねすごい良かったです。で電波もすごい安定してるし、風にもかなり強いし、今後 Mavic 2 Pro もしかしたらもうあんまり使わないかもっていうぐらいすごい良かったです。で今回 DJI さんにあのドローン送ってもらうときに、ギブアウェイ用にもう1台くれませんかって言ったら、いいですよって言ってくれて、ほんとね DJI さんほんと太っ腹なんですよね。でこの新品の Mavic Air 2と、あとこのコンボ、フライモアコンボキットみたいな感じでちょっと送ってもらって、でここにバッテリー、追加のバッテリーが2つと、あと ND フィルターと、あとチャージングハブと、あとこのケースですね。これも一緒にまとめてプレゼントします。で、これだけじゃなくてですね、なんと
あのドローンのアクセサリーとかをね調べたりする方は知ってると思うんですけど、このピジーテックさんもうちの製品もぜひプレゼントしてくれっていうことで、あのもいっぱいもらったんで、このマビックエア2用のケースと、あと可変 ND フィルター、こっちは可変なんですよ。 ND の2段から5段までと6段から9段までの2種類の可変 ND フィルターと、あとプロペラを固定するホルダーとランディングギア とランディングパッド、こちらもいただきましたので、これをまとめて1名の方にプレゼントしたいと思うので、あのインスタグラムの僕のりょうやたかしまのアカウントの方をフォローしていただいて、でこの動画のコメント欄に自分のご自身の、インスタグラムのアカウント名と、あとマビックエア2くれっていうコメントを一言書いて応募してください。で世界中どこでも送りますんで、あの動画公開してから何日か経ったら、あの自動でコンピューターでピックしてもらって、でその方に発送します。でインスタグラムから僕の方から連絡します。っていうことで、もう屋久島ね本当すごい良かったですよね。あのぜひね何か所か行ってもらいたい場所があって、個人的に、で一つ目は、あの屋久島に唯一一軒だけビーガンカフェがあって、でそこ日和屋さんって言うんですけど、そこねすごく美味しいので、まあ、ぜひ行ってみてください。で山登りする方は、あのお弁当とか注文して作っておいていただくことができるので、まあ、そういう風に利用してもいいですし、お店行けばランチもディナーも食べれますので、まあ、ぜひ行ってみてください。であと屋久島温泉がいっぱいあります。で温泉、僕の個人的おすすめ温泉はですね、 JR ホテルの温泉と、あともう一つ平内にある海中温泉、あの干潮の時にしか入れない温泉があるんですけど、この2つがねすごい個人的には良かったなって思います。そんな感じで、では皆様ごきげんよう。